枝さつきは、日本の弁護士、政治家、元裁判官。衆議院議員、参議院議員、科学技術庁長,長官、法務大臣、環境大臣、参議院議長、社会市民連合代表、社会民主連合代表、民主党参議院議員会長、民主党、民進党最高顧問などを歴任。父は日本社会党委員長代行を務めた、元衆議院議員の江田サブ 1941年に、岡山県上道群埼玉ら長岡に生まれる。岡山県立岡山朝日高等学校を卒業後、1960年、東京大学門下一類に入学。東京大学教養学部自治会委員長時代、大学管理制度改革に反発し、全学ストを決行。このストを指揮したため、1962年11月、退学処分が下った。 翌1963年9月、学生運動からの絶縁を宣言し、東京大学に復学。法学部で丸山真男の訓導を受け、吉野作造の研究に従事しながら、法律を勉強し、東大在学中の1965年に、司法試験に合格。1966年、東大法学部卒業後、第20期司法修習生。同期には、 横道隆弘、河村正彦、神崎武則、村井俊志らがいる。司法収集を経て1968年、判事法に任官し、東京、千葉、横浜各地方裁判所で判事法を務めた。1969年、人事院留学制度により、黒田春彦、林康夫らと共に、オックスフォード大学大学院法学部に留学し、 終始過程を終了。1977年5月22日、自身36回目の誕生日に、父、江田三郎が急生。江田三郎は1977年3月に日本社会党を離党し、菅直人安藤神兵衛らを誘って、社会市民連合を決闘したばかりだった。三郎は当時落選中で、第11回参議院議員通常選挙に、 立候補する腹積もりであったが、工事日直前の5月22日に休成した。そのため5月が代わりに担ぎ出されることとなり、同年5月24日、異岸面間。その後、社会市民連合公認で、全国区から立候補し、参議院議員に初当選する。1978年、社会党を離党し、社会クラブを結成していた、田秀夫、奈良崎矢之助。 は豊からが加わり、社会民主連合を決闘。社民連の代表には、他が就任し、枝は副代表に就任。1983年6月26日の第13回参議院議員通常選挙には出馬せず、同年12月の第37回衆議院議員総選挙に、旧岡山県第1区から社民連公認で出馬し、衆院にら替えした。 1985年には社民連代表に就任した。代表を務めた社民連では自由民主党一党の保守政権に代わる野党連合政権の樹立を施行し、社民連を結節点にした社会民社三党でのブリッジ会派構想や公明党を加えた社公民連合政権構想を唱えた。しかし、 1986年の衆参同日選挙で自民党が304議席を獲得して圧勝したため、連合政権構想はついに日の目を見ないまま終わった。1992年、自民党内では、羽田勤、小沢一郎らを中心に改革フォーラム21が結成されたほか、大前健一の平成維新の会、細川森広の日本新党が相次いで誕生。枝は、 政策集団シリウスを結成し、社会党右派も巻き込んだ、改革派勢力の結集を図る。1993年、第40回衆議院議員総選挙では、自民党を離党した、羽田勤小沢一郎らの新政党、竹村正義、田中修正、鳩山幸夫ら新党先駆け、細川森広、小池由里子ら日本新党が大きく議席数を伸ばし、 新党ブームが巻き起こる。その結果、自民党の議席は過半数を割り込み、宮沢貴一首相は退陣に追い込まれた。宮沢内閣の退陣により、非自民、非共産8党派による細川内閣が誕生し、枝は科学技術庁長官に就任した。1994年、社民連が回答し、枝、安倍昌吾は日本新党に入党。 同等副代表に就任する。しかし、同年4月に、細川首相は8ヶ月で辞意を表明し、続く、羽田内閣も社会党の連立離脱によって、少数与党に転落し、6月に64日で退陣に追い込まれた。同年末、新進党決闘に参加する。1996年、岡山県知事選挙立候補準備のため、衆議院議員を辞職。 新進党を離党。知事選では、同じ岡山選出の加藤武つ元農林水産大臣や、新進党を支持する総価学会からも支援を受けたものの、東大の後輩である自民党推薦の元建設官僚の石井正宏に、敗れた。民主党入党知事選挙の後は、新進党に復党せず、弁護士を経て民主党に入党。百九十八年、 第18回参議院議員通常選挙に岡山県選挙区から民主党公認で立候補し2年ぶりに国政に復帰した2003年の衆議院東京都第6区補欠選挙では元 NHK アナウンサーで参議院議員からの倉替えを目指す小宮山陽子の選挙対策副本部長を務めるなお子の補欠選挙はかつて枝の公設秘書であった 石井孝樹が殺害されたことに伴うものであった。2004年、改選議席数が2から1に改められた、岡山県選挙区で再選。参議院議長として2007年の第21回参議院、議員通常選挙で民主党が大幅に議席を増やし、与党は参議院では過半数を割り込んだ。そのため、8月の臨時国会で全会一致で、 参議院議長に選出される。野党から参議院議長が選出されるのは1955年の自民党決闘以来初めての出来事であった。2007年8月30日に日本記者クラブで行った講演で衆議院議決法案を参議院が修正か否決しても衆議院で再議決できるとする日本国憲法第59条第4項について 例外中の例外の規定だと述べた。2007年11月30日、ぬかが福士郎の山田博之事件に関して民主党が野党単独で承認関門を議決したことについて円満にできるように取り計らってもらえないかと慎重な対応を呼びかけた。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙では参議院議長ながら民主党公認で 岡山県選挙区から立候補し、当選。通常、中立性を守るために、衆参両院の政府区議長は所属する会派から離脱するのが1971年以降からの慣例であり、会派を離脱している議長が政党の公認を受けて、参議院議員選挙の選挙区に立候補するのは1971年以降では初の出来事であった。 第22回参議院議員通常選挙後、参議院議長を退任。参議院議長退任後参議院議長を退任後、民主党最高顧問、林理委員長に就任した。同年9月29日、中国建国記念レセプションに出席した。2011年1月14日、関西改造内閣で法務大臣に就任し、18年ぶりに2度目の入閣。 三権の長である国会の議長経験者の入閣は、第二次、田中角栄改造内閣で法務大臣に就任した元衆議院議長の中村梅吉以来、実に38年ぶりの出来事であった。同日の法相就任時の記者会見において、死刑というのは、いろんな欠陥を抱えた刑罰だ。国民世論や、世界の大きな流れも考え、 政治家として判断すべきものだ。もともと人間はいつかは命を失う存在だ。そう急ぐことはないじゃないかという気はするなどと述べたが、同年1月26日のインタビューで、欠陥というとちょっと言葉がきつすぎるので訂正したいと撤回。その上で、どんな命も大切にということが世の中になければ、温かい人間社会はできない。そういう意味で、 取り返しのつかない死刑にどう向き合うかは本当に悩ましいと述べた。なお、枝は在任中、一度も死刑執行の署名はしなかった。法省就任間もない2011年1月18日、2009年の第45回衆議院議員総選挙で掲げたマニフェストの見直しを民主党が表明したことに関し、枝は記者会見で我々が政権にいないときに、 霞が関が民主党には十分な情報を提供しない中で、心眼で見るとこうじゃないかということで作った部分がある、と発言した。またそれに続けて、実現するにはいろんな隠れた障害があった。実際に政権を担当していろんなことが分かってきている。世の中の状況の変化もあり、マニフェストについて一度きっちりと点検をし、 より成熟させる部分があればそうしていくと発言した。マニフェスト見直しの背景として、政権交代前に民主党は天下りの圧線を全面禁止して、特別会計、独立行政法人、公益法人の仕事を徹底的に見直す国家公務員の総人件費2割、削減、紐付き補助金廃止、 衆議院の比例代表定数を80削減などの行政改革と予算の組み替えによって16.8兆円の新しい財源を生み出すとしていたが、その当てが外れ、このままあのマニフェストを掲げていたのでは2012年度の予算が組めなくなるという事情があった。そのような状況でなされたこの新元マニフェスト発言に対し、産経新聞のアビル・リュヒは枝の発言を 釈明都市、官僚が手取り足取り教えてくれないから適当に作ったでは政治主導の看板がなくご都合主義ここに極まれりと批判した。大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件の反省に立って作られた法省の諮問機関である検察のあり方検討会議は警察、検察官による被疑者取り調べの可視化について直ちに十分な検討を行う場を設け、 検討を開始するべきであるとの表現にとどめていたが、枝は2011年4月8日、地検特捜部による被疑者取り調べ土器の可視化施考を、検事総長の笠間春夫に指示した。指示を受けた笠間は、録音、録画の施考を実施した。8月8日、枝は可視化の範囲を裁判員裁判のすべての対象事件に拡大するよう指示した。2011年6月27日より、 環境大臣の松本龍が、同内閣において、東日本大震災復興対策担当大臣に、専任大臣として就任したため、公認の環境大臣を兼務した。同年9月、野田内閣発足に伴い退任。民主党最高顧問に、再び就任した。10月21日に行われた、参議院憲法審査会の会長選挙では22票を、 獲得したが23票を獲得した自民党の小坂健治に敗れた。2013年12月18日から20日に戦後、保障を考える議員連盟の団長として奉還した。2016年の第24回参議院議員、通常選挙には立候補せず、政界を引退した。議員引退後2016年11月3日に発令された秋の叙勲では、 参院議長などとして国会の円滑な運営に寄与したとして10日大受賞を受賞。引退後は立憲民主党の岡山県連顧問を務めた。2021年7月28日、肺炎のため岡山市内の病院で死去。80歳没。日本国政府は同年8月20日、死没日付をもって12位に上された。ありがとうございます。